いやね、いやー僕らですね、あの二人とも栃木県出身で漫才頑張ってるんですけども、すごいようですからね、すいません本当にね、まあ、今日はですね、あのその栃木県の、はい、これマイナスな情報になっちゃうんですけど、マイナス、あらなんだおっかないね、なんで実はね、うん、栃木県って、はい、交通事故件数がものすごく多い県なんですよ、多いんですよね、やっぱ道ばっか広くて、みんなスピードですね、事故多いんですよ、これ多いんですよ、あれも前気になったことがあってね、どういった事故が多いのかね、あの警察に行って調べてきたんですよ、わざわざ調べるよ俺は、ほんとね、あの正面衝突ね、一番多いのが、うわ悲惨なこれ、悲惨な、あのスクーターと金分の正面衝突が一番多い、事故じゃねえよ、もう事故だよ、びっくりすっけどよ、カツンってなっぺな、おめまあそうだけど、あれハンキャップ危ねえんだ、まあ、フルフェイスで見送りしねえとな、そうだよ、おめでも事故だべ、事故、事故もあった、俺小学生の時ね、自分がそうだよ、自転車乗ってたらね、小学生みんな自転車乗りますから、乗ってたらね、あのトラックね、4トントラックとバーンってぶつかって、マジで、あっ、トゥルルル、100m、なんだその効果、トゥルル飛んでったら100ルって、本当だぜ、うわわわ、参ったとだ、トラックと、おめえよく生きてたな、そう、あのヘルメットかぶってたからよ、大丈夫なわけねえだろ、大丈夫だったんだよ、どんだけ丈夫なヘルメットだ、あれヘルメットかぶってると本当に命助かる、いやいや4トントラックとぶつかったら死ぬべ、死なねがったんだわ、ヘルメットかぶってたからよ、生きてっからいいけど、そうなんですよね、まあでも事故って言えばね、あのこれからね、あの車なんか乗るようになったらね、事故った時どうしていいか分かんないよね、あパニックっちゃうもんね、慣れてねえから、ちょっとそういう時の対応していけ、あいいよ、ちょっとあの車運転してね、俺事故から怖いなおめえ、やべ急がねえだなこれな、うわアドバル上がってっけ、これ急がねえとやべえな、これあ信号変わんねえからこれやらなすんね、駐車場いっぱいだなこれ、早く行かねえとな、ブーキギットか、うわ岡も掘られたあったかもしんないよ、おい、いややったぞ、完全にやったぞ、やろ、来た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 、まだ開けろや、いや怒ってって、カンカンカン、まだ開けろっつってんだろお前、あすいません、ウィーはい、天窓開けてんじゃねえよ、はい、出てこ早く、はい、早く出てこっつの、いやそうちょっと僕ちょっと急いでるんで、ちょっと今日は事故起こして何言ってんの、いやちょっとどうしても急いでるんで、ちょっと何そんな急いでんだ、いやあのジャスコール卵のタイムセール行かないといけない、後でいいべそんなの、はい、なんとかなっぺな、いやいや参ったぞこれ、完全に参ったなこれ、おめえ見てみろこれ車のトランク、うーわすげえ鳥の糞がこれ、そこじゃねえよおめえ、どこ見てんだ、いやいやおめえ何考えてんだ、いやそこで卵のこと考え、忘れろ卵はなんとかなるべ、いや参ったなこれ、ラッチ上がねえから、はい、とりあえず警察呼ぶから、いやちょ警察はちょっと、警察はちょっと危ねえ危ねえ、おめえなんか呼ばれちゃ理まずい理由でもあるのか、あのちょっと免許証が点数がちょっと、あおめえ免取り、いやあのゴールド免許じゃなくなっちゃう、余裕あっぺな、余裕じゃないっすよ、ゴールドなくなったらどうなんだこれ、俺よりいいべ免許、何このもう呼ぶかんな、ちょえ警察はちょっと危ねえ、ちょっと一回だけこれ、あおめえ何写メなんか撮ってんだ、一応現場の状況を残しておかないと、こういうのは、いや 100% おめえ悪いからな、いや後でぐじぐじが待ってる俺におめえ突っ込んでたんだろ、ちょっとブログに載せたんで一回いいっす、余裕ねえべそんな浮かれてんじゃねえよ、えなんだこれ撮れた、仲良くねえだろお前持ってるのかな、すいませんすいません、土作戦前にお前保存しとくんじゃねえ、それいらないっすな、お前自己保証舐めてんのか、いやすいません舐めてます、でそれちょっとギャラリーヤジーも集まってんじゃねえぞこれ、すいませんじゃんけん大会は20分もなりませんで、始まんねえべそんな、俺何プレゼントすりゃいいんだ、いやこの壊れた車を、やんねえよお前、俺の車だろこれ一応よ、はいはい、あ車が邪魔で通れないって言われる、すいませんな、すいません、あの年末までにはどかしますから、どかすよちゃちゃっとどかしゃいいんだべ、ちゃちゃっとどかします、はい、すいません、パタンパタン、はい、俺です、俺一回目やらせてください、はい、ありがとうございました、大変だよおい、スタンドじゃねえべ、まだ何も解決しねえべ、すいません、もうお前ラッチ開かねえから、警察呼んじゃダメなんだべ、じゃ100万出せ、100万、100万、うん、いや話おかしいべ何がだよ、いやいや完全に俺だけ悪いみてになってっぺな、なんだその逆に、なんだい黙って聞いたら100万、おめえ悪いべ絶対、そっちだってブレーキ悪いだって、おめえ悪いべバーカー、このあでもいいや俺が悪いや、ごめんねごめんねー、おなじみだなんだねこの、なんだめじゃねえだろ、話おかしいだろ、おめえが悪いんだよ、悪くねえが突っ込んでた、あーもうわけさ、もういいよ、分かった分かった、いいよ俺も大人だから分かったよ、やっと認めたか、じゃんけんで決めっぺ、決まんねえよお前、なんでじゃんけん肩つくんだ、最初はチョキで、チョキって珍しいなお前、そんな決まるわけねえだろね、何言ってんの、もういいよお前舐めてっからいいけどな、俺はな、ああ山田組の組長の知り合いだぞおめえ、だからなんだめこの、ああ俺だってな農協の組合長の知り合いだぞこのおめえ、怖くねえよ全然、笹森さんのところおめえ、俺誰だそれ、田んぼ何面持ってって持ってんだこらおめえ、死んねえぞな、じゃあそいつには金ねえんだったら金借りてこいや、今釜がねえから稲刈りできねえんだこのおめえ、これわけわかんねえこと言ってんな、コンバイン借りてこ、このおめえ、何言ってんのおめえよ、そがこのよ、おや親呼べ親、お父さん近くにいんのか、お母さんでもいいけども、自分ち電話しろ自分ち、うるせえな、なんだビビ、もしもし、あじいちゃんけ、俺100万振り込んで、俺ねじいちゃんね100万で、俺俺のいいになってるよ、これでいいんだろうか、これでいいんだろうか、これおー、もう一回んだよ、これで、いやいや、まあ、100万振り込んでもらえんならいいわ、あいいんだろ、でも俺おめえと関わりたくねえから帰ったら、あで帰る、卑怯だべ、帰る、なんだ卑怯って、帰んなよ、帰るよ、ダメなんだって、えあのね、一人一泊しかタバコ買えないから、ちょっと一緒に行ってもらっていい、行かねえよ、いい加減にしろ、どうもありがとうございました。